ルル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 ル。皆さんおはようございます、杉田千尋です。はい、ということでいすみ市大原のとしえまるさんからふぐ釣りに行ってきます。外がね、雨が降っていてちょっと釣りづらい状況かもしれないんですが、たくさん釣れるということを願って今日一日頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、それでは今日の目標は20匹。はい、前回四季島丸さんで行った時に15匹だったので今日はその5匹アップ、20匹を目指して頑張っていきたいと思います。じゃん、フグね、いっぱい釣りたいけど25号とダブルです。こっち観光は、はい、もうこれは本当に何回も登場してるからさすがにこれね、アルファタックルのワンフグ、怪人ワンフグ、私がすごいお気に入りでいつも使ってるのは 178F なんですけど、普通に本当に当たりがよく取れて、ワンフグ専用の竿なんですけど、外棒でも十分使えます。すごい前回もたくさんこれで釣ったので。うん、楽しいね、いるならいるね。あ、来た、うん、
ビースタイプだね。まあちっちゃいけども5、うん、同じじゃない、5でしょ、4、勝負できんな、頑張ろうぜ。でかいでかい、このペースでいけば50いけるかもな。結構重め、とてもねえ、楽しいね、こんだけ釣れると50いけんぞこれ。10匹ぐらい、10以上、
ということで調校が終了しました。今日は私が18匹、社長が15匹で、2人で合わせて33匹もフグ釣ることができたので、最初もうものすごくポン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 フグが釣れて、あっという間に10匹っていうような感じだったんですけど、後半どんどん風が強くなってきて、波が高くなってきて、もう竿先で当たりを取ったりとか、そうフグ釣りでやるような動作がもう難しくて、ちょっとまあ粘って最後1、2匹追加はしたものの、最初に目標にした20匹には2匹届かず終わったというような結果になりました。フグ釣りでこういう風釣りを楽しめるっていうのは魅力の一つだと思うので、そういった意味ではすごく楽しい釣行になりました。はい、今日は以上で、またね。はい、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、Facebook も更新していますので、そちらもぜひよろしくお願いします。ルール。